皆様こんにちは。再び出てまいりました。今日はですね、特別番組をこの後行いたいと思います。実はですね、今日フォトライターのですね、栗原さんがこちらのようにお見えになりましてですね、今日は八代線を歩いたそうです。で、この鉄道ジャーナルという雑誌があるんですけども、こちらの方の8月号にですね、今日は出るということでお話しいただくということで、三田さんがね、パーソナリティ、そしてゲストにですね、フォトライターの、栗原さん、はい、それから NPO 法人の、加山理事長さんにおいでいただきまして、これから15分間ですね、特別番組をお送りしたいと思います。それでは皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、急遽、特別番組という形でですね、やらさせていただきますけども、先ほどもの宇都宮の宮坂代表の方からですね、お話ありましたけれども、フォトライターの栗原かぎりさん、はい、ちょっと珍しいお名前ですね、かぎりさん、はい、それからですね、NPO 法人夢空間、松代の町と心を育てる会の理事長の加山敦美さん、はい、お二人をお迎えしてですね、今日は取材あります、鉄道長野電鉄八代線ですね、それのことについてですね、鉄道ジャーナルで、発表されるという形がありましたんですが、ね、はい、こちらの雑誌ですね、今日取材に来られましたので、はい、急遽、はい、ちょうど本番ですね、はい、しゃべくりまっしろありましたので、その後で出ていただくような形でね、はい、お願いいたしました。本当に先ほどお誘いいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあそんなことで、はい、ちょっと疑問に思ったりですか、はい、いろんな出版の形ですとかね、はい、そういうお話聞いたり、あと理事長の方にもですね、加藤線の本も出したりとかっていうのがありますので、ね、はい、そういったお話をちょっと聞いて、やっていければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうしましたらですね、今もう廃線になってしまいましたけども、はい、八代からですね、須坂までっていう形ですね、こういう形で、栗原さんも、はい、栗原さん昨日来られた。そうですね、そうですね、はい、昨日新幹線で来ました。来まして、それで長野へ降りて、はい、それからどういう形ですか。はい、信濃鉄道で、はい、八代へ行きまして、八代駅ね、はい、で八代にお昼前に着いたんですけども、はい、そこからこの松代のこの町まで、ね、はい、もうずっと歩いてきました。ああ、いいですね。すごいね。何分かかりました。いろいろ写真撮ったので、6時間ぐらいかかりましたね。はい、一切バスは使わず。あ、本当、はい、すごいね。私歩いたことないからね。あ、そうですか。いや、なかなか暑かったですよ。そう、一番暑い日だからね。いや、もう暑かったですね。でも気持ちよかったです。うん、いずれにしてもこういう八代線廃線になってしまって、はい、千曲市、それと長野市、それと須坂市という形ですね、3つ分かれて、無料で譲渡されたという形にはなりますけれどもね、はい、ですね、栗原さんのお話、面白いのかげりさんってどういう、はい、珍しい名前そうですね、風景の景一文字でかげりというんですけども、私東京の西の方の出身なんですけども、はい、それとは全く関係なくですね、父がもう日本に他に一つもない名前をつけようと思ったらしいんですよ。ですから今キラキラネームというのが話題になってますけども、それの走りのような名前です、うん、なるほどね、はい、なんかちょっと忍者みたいな感じのね、あれ感じはしますけど、ね、そうですね、よく景気の先行きに陰りが見えるからうまいねちょっと申し訳ない気分になります。はい、でですね、このフォトライター、はい、どういうことをやるんですか。はい、フォト、つまり写真も撮れるライター、うんうんうん、ジャーナリストというですね、そういう便利なジャーナリストという、そういう意味です。なるほどね、はい、結局松代はいろいろこういう今回来られたんですけども、はい、こういうそのなんていうの、元っていえばおかしいけど、はい、ここへ松代来たよっていうその元はどういうふうな形でし、はい、調べてくるんですか。あ、それはですね、私鉄道ジャーナルという雑誌で書くぐらいなので、3歳の頃から鉄道ファンなんですね。あ、そう、はい、ですからそのぐらい、もう今46ですけども、そのぐらい鉄道ファンやってますと、ここに八代線が走ってたということは小学生の頃からの常識なわけですね。で、亡くなってしまった時にも来られなかったので、ぜひ一度見に行きたいと思ってたんですよ。それが今回このタイミングで、ぜひ行こうと、はい、なるほどね。取材はおよそどのくらいなんですか。はい、今回は昨日、今日、明日の3日間です。で、昨日は松代まで来た。はい、松代まで来ました。今日はどんな予定、はい、今日はですね、当初の予定では須坂まで、14キロほど歩くつもりだったんですけども、松代に来てみたら、昨日ゲストハウス泊まったんですけど、はいはいはい、松代がかなり面白そうだと、はいはい、
というふうに思ってしまいまして、ね、半日は観光してました。たまにはそういうこともある。そうですね、その辺はもう気まぐれの旅なので、あ、なるほど、はい、今日お城行って、うん、大本営 の、 あの地下壕行ってですね、はいはい、それで、あと山本勘助 と、ね、真田信之のお墓行って、うんはい、ちょっと大河ドラマ大ファンなので、あ、やっぱりそうだね、はい、大河内行くなんて言ったらすごいですよ、勘助さんと大河内行くね、ちょっと車なかなか止められなくて苦労したんですけども、あ、そうそうそう、はい、よく止めていただきましたね、はい、ちょっと止めさせていただいて、はい、あの中迷っちゃうとこだね、かなり迷いましたけど、 それもまた旅で楽しかったです、ね、あ、そういう見方があるんでね、はい、さすがですね。かでもあのこれまあ鉄道であれですけども、まあ本の内容っていうのは本の鉄道ジャーナルですよね、はい、はい、そうですね。でその内容的なものはどうやってやるんですか、どういう書き方をされるの。あ、書き方ですか、うん、あの まず私はあの廃線跡を、うん、全国にあるいろんな廃線跡を歩く連載というのをしていますので、はいはい、まず次回はこういうところに行きたいと、はい、編集長に提案するんですよ。でそうすると、まあ、たまに編集長からいやそこよりも今こっちの方が話題になってるから行ってって言われるんですけれども、はいはい、八代線の場合は、はい、あ、いいねと、東京から近くて、うん、読者の人も、うん、あの面白がってくれる、はい、なるほど、ね、やっぱりあの自分も行きやすいところというところが人気がありますので、ああ、そう、はい、うん、そうやってちょっと相談をしながら決めていくんです、うんうん、なるほどね、はい、でそれ決めた時ってどういうふうな形で決めたっていうか、さっき言ったよね、はい、あ、そうですね、八代線はもう実は去年から来たかったんですけども、はい、あのちょうど去年真田までやってましたから、うん、やってまして、はい、来たかったんですけども、うん、ちょっとあの寒くなってきちゃってですね、あの雪が降りそうだったので、うん、じゃあちょっと来年にしようと、うん、あ、はい、なるほどね、それで今年になったというわけなんですね、うん、まあ、たまたまねこちらの方へ電話いただいたりなんかして、はい、っていう形ですね、取材っていう形で、はい、まあ夢空間の加山理事長もですね、はい、こういう今ね、はい、冊子を作ったりとかです、まあ、実業を介していろいろやってますけども、あの、はい、そういった説明ちょっとお願いできますですか、ね、はい、はい、もうびっくりしたんで、これすごい立派な本だったんで、あのこちらの方はですね、はい、やっぱりこう真っ白の駅舎のこう保存今されてるわけですけども、はいはい、これやはりこう将来的にわたって保存して活用しようっていう考え方と、いやもう古いからもう壊しちゃおうっていう2つの考え方があると思うんですよね、うん、でそういった面でなんでこの長野電鉄、あのいわゆる加藤線ですね、はい、ができたのかなっていう歴史を振り返りながら、やっぱり先人たちがすごく苦労して作った電車であり、こう鉄道だと思うんですね、はい、でそのことを振り返りながら今残っている真っ白駅舎をやっぱりこう次の世代につなげていくという、うん、そういった中でどうしたらいいんだろうかっていうことをこう考えるための一つの素材としてこの本を作ったんですね、はい、うん、であのそれと合わせて、住民協議会の中の歴史文化とまちづくり部会っていう中で、はい、この活用案についていろいろ提案をしてるん で、はい、でその活用案についてもこの一番最後のところにですねまとめようということで、あのこの中に冊子の中に入れてあります、はい、うん、でそのね、あの一番最初のきっかけっていうのはこの平成27年ちょうど八代線が廃線になる当時にですね、うん、真っ白地区の住民地協議会の方で地域振興計画を作ろうということで、はい、その中であの住民アンケートを取ってるんですね、はいはい、で住民アンケートの中にですね、真っ白駅舎を整備してそしてあの活用する計画をどう思いますかっていうアンケートを住民で取ったんですね、はい、その結果がですね、まあ、8割方の方々があの保存して活用していこうという意向を示してたんですね、はい、で私たちはあの住民協議会の歴史文化とまちづくり部会というのをこの後作るんですけども、ね、その中でやっぱり活用してあの残していこうという提案をいろんな角度でしながら、うん、あのまとめ上げてですね、はい、でそこでこの冊子の中にもそれを織り込んだと言った経過がございます、ね、はい、いやこれ私今日初めて見たんですけど、はいはい、いかがでした、あのなんかパンフレットを作りましたって伺ったので、はいはい、なんかパンフレットなんだろうなと思ったんですけど、うん、これめちゃめちゃよくまとまっててですね、はいはい、これ見たらもう記事あの鉄道ジャーナルの記事が作れるんじゃないかっていうぐらいだったので、これはもうちょっと資料にさせていただきたいと思います。はい、あの活用していただければいいと思いますね、はいはい、まあ今回、出されるのはいつ頃だって言いましたっけね。はい、8月の21日、もう少し遅れるかもしれないんですけども、はいはい、8月の下旬に発売になります。何月号か、これが10月号なんですね。でもおかしいね、8月で10月って2ヶ月も
そうですね。こういういきさつってどういうあれなんですか。僕8月下旬出るんですけども、うん、鉄道の市民会って結構競争が激しくてですね競争、はい、非常にマニアックな雑誌が、まあ、3つぐらいあるんですよ。あ、そう。でそこがもう何十年も競争してて、うんうん、でちょっとずつちょっとずつ発売が、はい、俺たちの方が早く出すぜっていうのがこう何度かあって、うん、2ヶ月も前に出るということになったらしいです、うん、これがあまり定番になっちゃってる。もう今あの各雑誌とも8月、まあ、毎月21日に翌々月号が出ると。そう、はい、まあ、そういうことです。さすがにこれ以上はやりすぎだろうと思ったようで、もう30年ぐらいこの状態が続いてます。そうですか、はい、だいたい分かりました。どうしてそういうあの本がそういうふうにねちょっと違って出てくるのかなっていうのはね、やっぱ競争があってという形で、はい、競争の結果なんです。なるほどね、はいはい、これで実際にあの栗原さんこれで取材していくじゃないですか、はい、自分が全部一通りまとめてこうやってやるってことなんですか。あ、そうです。文章と写真は私が一人で、うん、あの基本的には用意をするんです。はい、でそれを編集部に渡したら、うん、今度はあの雑誌社の方にいるデザイナーの人が、うん、あのパソコンを使ってですね、うん、あのこうやってレイアウトといって、うん、こういう見やすいデザインにしてくれるんですね。はい、まあ、その人たちが重要なんだね。それによって売れるか売れないか。そうですね。取材も大変でしょ。やっぱりある程度分かるような形、はい、ね、読んでもらえそうな記事書かなきゃいけない。そうですね、あんまりマニアックすぎても飽きられてしまうので、うん、そこにあの人の出会いとかですね、うん、こういった出会いをですねどういうふうに盛り込んでいくかというのが大事なんですね。あ、そうですか、はい、じゃあうち の, あの理事長だとか、はい、私ら松代テレビの模様もちった出そうかな。いや、もうちょっとこの後写真撮影をさせていただいてですね。あ、そうか、松代テレビも一つよろしくお願いします、ね、ぜひぜひ。350回さっき出ましたからね。すごいですね、350回も。これもね出会いの、ね、場を、ね、提供してるんです、はい、そうだと思います。情報発信、はい、うん、なのでね、ぜひお願いしたいなと。わかりました。でも大体っていう普通こう皆さん行かれるじゃないですか、はい、取材ってどのくらい平均してあれなんですか、取材時間。私のこの記事の場合は、うん、大体3日間というのが標準的です、うんうん、あ、そうですか、はい、長くて4日間ぐらいですね。4日間ぐらい。結構これはあの贅沢な方ですね。あ、そうです。日程としては1日2日であの全部やっちゃわないとっていうケースも多いです。あ、これ予算的な関係もある。そうですね、私の記事の場合はカメラマンとか立てないで、うん、私が全部一人でやるので、やるからできるってことですね。はい、できるんです。あ、そういうことね。でも実体験ができてそういうあれ話ができるっていうのは面白いよね、はい、そうですね、うん、はい、一番いいから。もう全部自分でやるできるので面白いです。で、まあ、今日も来たんですけど、あの、はい、明日はどんな予定なんですか。はい、明日は午前中須坂の方に行きまして、うん、その後は2002年に配信になった木島線の跡というのを見に行こうと思ってます、うん、なるほどね、はい、こちらの八代線は廃止になって5年ですけども、はい、あの木島線はもう15年になりますから。あ、そんなになりますかね、はい、ですから同じ加藤鉄道の廃線跡でも、はい、きっと風景が随分違ってるだろうと思うんですよ。思いますね、はい、まあ、あの途中国道になったりとか、ね、はい、そういったあれでちょっと違ってくるかもしれません、はいはい、そういったところをちょっと取材してこようと思っています。なるほどね、はい、かりました。これまでのことを今取材、まあ、2日しかやってないけど、はい、なんかこの踏まえてね、その雑誌にこれはやって載せたいなっていうのは何かあったら。はい、あの歩いてすごく分かったんですけども、うん、八代から本当に一直線に松代まで来てるんですよ、うん、はい、これが昔の人たちが松代の方から、うん、もう少しでも東京、うん、横浜の方に、うん、あの近づいて一刻でも早く運ぼうと、うん、生糸とかですよね、うんうん、いうふうに努力したんだなっていうことが歩いて分かったので、うん、まあ、そういったところを歴史を伝えていきたいなと思ってます、うん、なるほどね、はい、そうですね、これがじゃあ、まあ明日は木島の方行くという形ですけど、はい、これ全体的に見て、はい、この、まあ、加藤線、まあ、八代線なんですけど、はい、どんな思いっていうかあれがありますかね。どんな思い、うん、まあ、これ取材をしてきてどういうふうに書いてみんなにお知らせたいかなっていうとかね。あ、うん、なるほど、そうですね、うん、なんか八代線というと、うん、営団地下鉄日比谷線の電車が走っていたローカル線で、うん、あのあっという間に廃線になってから線路がなくなっちゃったというのが一般的な鉄道ファン の,、うん、あの印象なんですよ、うん、でそうじゃなくて、うん、あのこうやってまあ線路はなくなっちゃったけれども、うん、今地元の人たちが、うん、あの駅舎とかを保存しようといろいろこう努力をされていて、うんうんうん、かつ温泉がめちゃくちゃいいぞと。あ、なるほど、はい、いいね、一応館でしたっけ、はい、あの昨日行ってきたんですけども、もう1時間ぐらい出てこられなかったので、それちょっとそういった話題も盛りだくさんな魅力を伝えていきたいなと思ってます。じゃあ加山さんも一応こういうそのね、まやしま、マスレ駅舎を活用するっていうのを一応ね、はい、募集をかけて、でまた、ま、マスレ駅でね
ちょっと展示をしようという形にはなってますけども、まあ、一応今これから展示するっていうので一通りやってますけども、ちょっと説明していただいていいですかね。これは若者たちがね、はい、真っ白の街づくりにどう考えてるのかなということでもって、うん、で若者たちの意見を聞こうってことでいろいろ相談していく中で、あ、そうじゃあ子どもたちに真っ白駅舎をどうやって使うかアイデアを募集したらどうかっていうことで、はい、そういうことで真っ白和っしょいですかね、うん、和っしょい真っ白、はい、の人たちが考えてくれて、友也さんというアーティストが考えてくれて募集してですね、小学校中学生と保育園などにいろいろアイデア出してもらったらこんな形のすごい素敵なですね、アイデアをいっぱい出してくれたということで、これ駅舎の方に飾るんですかね、皆さんね、はい、こちらの方の明日あたりからこちらの方の絵をですね、駅舎の方で飾ろうってことで今、はい、入賞作品をここで飾ろうってことで、まあ、小学生の考え方ってすごい楽しいですよ、いっぱいいろんなアイデアが出てきて、で中学生もね一生懸命考えてくれて、これなんかは何ですかね、これ真田の駅、角がこう入ってる、うん、六門線 の, 真田の駅っていう最優秀賞になった方の、ね、はい、絵ですけども、とっても楽しいこう雰囲気で、子どもたちがやっぱりすごく真っ白駅舎のことを愛しててくれて、やっぱり将来残していきたいな、活用していきたいなって思ってるんだなってことがすごくすごく伝わってましたね、はい、ワクワクしますねこれ見てると、ね、うん、まあ、あともう一つね、栗原さんにも言ってもらいたいのが、はい、この今自転車のね、はい、回れるハイクリングロードっていうの、これもねちょっと新聞に出てこの間、結構お金がかかっているっていうのでね、ちょっとすぐにはできないよっていう形の話になっちゃってるはいるんですけども、少しできたところありますんで、また金井山の方もあるのでね、はい、そちらのもちょっと見ていただければいいかなというのを、はい、明日改めて取材をしたいと思います、はい、そのことでよろしくお願いします、はい、じゃあまあ控えてですね、まあ松代の、はい、長野県という八代線ですね、はい、まあこの鉄道ジャーナルジャーナルの方へ入れていただいてですね、はい、松代もたくさん来ていただけると嬉しいなと。そうですね、鉄道ファンの方が大勢来ていただけるように、はい、6ページ紹介したいと思ってますので、はい、頑張っていただきます。今日は急遽でしたけど、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。